こんにちは、玉置です。今回はトロピカルジュプリキュアのペンダントキャンディーを開封して見ていきたいと思います。ペンダントキャンディー？キャンデーって書いてありますよね。こちら実はね、やっと見つけた代物なんですよ。というのも、前回のヒーリングッドのね、方の、この同じね、商品が、まだね、店頭に残ってて、多分ね、そっちが履けないと、こっちのね、トロピカルージュの方が入ってこないのかなって思ってて、で、ちゃんとね、切り替わってるのが、1店舗しかなかったんですよね。で、普段あんまり私が行かないスーパーさんだったので、本当にやっと見つけたっていう感じかな。もうね、田舎はね、まだ全然ヒーリングッドの、食玩とかグッズとかおもちゃとか残ってます。おもちゃに関してはですね、スタプリとか、下手すると、あれです。なんだっけ？プリアラですね。プリキュアアラモード、キラキラプリキュアアラモードのおもちゃとかが一部残ってたりとかして、なのでね、ちょっとね、こっちのね、トロプリンの商品に切り替わってないっていうところが結構あるんですよね、田舎は。ということでね、やっと見つけたこの商品なんですけど、一箱に何個ぐらい入ってるのかな、わかんないんですけど、とりあえずね、5個だけ余ってたので、5個開封して見ていきたいと思います。それではまず、パッケージ確認です。こんな感じで。古田さんなので、この前開けた、バッククッキーと同じ絵柄ですね。ラインナップがこんな感じです。あ、これさ、このビジューがついてるシリーズあるでしょ？これさ、今までは、なんか半分くらいがこのビジュー付きのやつで、なんか他はこうなんかついてないよっていう感じだったけど、今回2つしかついてないっぽいです。しかもなぜかフラミンゴ。ね、サマンはね、主役だかわかるけど、フラミンゴです。なんでだ？わかんないけど。ちょっとこれも経費削減の流れなのかな？ね。まあ別に、私はビジューがついててもついてなくても、いいけども、こんな感じですね。では、開封して見ていきたいと思います。まずは1個目。あれ？これはどうやって開けるんだ？ペリって開けるパ、あ、ここに一応開け口があるのか。あんまり好きじゃないパターンだな、これは。ね。よっ。あーね、やっぱこうなっちゃうんだよ。よいしょ。これで、どう入ってるんだ。あ、これかな？せーの、じゃん。お、サマーですね。あ、かわいいな。ちょっとなんだろう、こう、KP 印刷みたいな。蛍光ピンクが入った印刷みたいな感じで。これ画像だとわかるかな？ちょっとね、なんか、淡いというか、明るい感じのピンク色とか肌色の。印刷とかわかる人はわかるかもしれないけど、KP が入った、インクかなっていう感じですね。で、これがキャンディーです。ね、台紙がこんな感じで5人の絵柄が書いてあって、で、ペンダントです。よいしょ。それでは、2個目。どっちからだ？こっちからか。よっと。いきまーす。いきまーす。せーの、じゃん。お、逆だった。じゃん。お、やったー。ローラちゃんです。かわいい。しかもハート型のやつ。あれ、何型？あ、飛んでた。ハートと、丸と、あとクルルンのこの、ダイヤ型があるんだ。クルルンが一緒にいるやつ。どれも可愛いけど。ねえ、ハート型可愛いですよね。やったー、ローラちゃんが来ました。3個目。はい。せーの、じゃん。お、あ、お、お、おー。すごくない？ローラちゃん来たよ。ね、このクルルンと一緒のやつ。え、めっちゃ可愛い。やったー。クルルンと一緒だ。え、めっちゃ良くない？次。
よいしょ。せーの、これさ、たまにというか、なんだ、反対に入ってるやつと表側に入ってるやつがあるね。じゃあ反対にして、せーの、じゃん。お、フラミンゴです。よいしょ。あ、これはなんかセクシーポーズだぞそれでね、画像だとちょっとね、ちゃんと赤くなってるかもしんないけど、やっぱりね、なんか蛍光ピンクが入った感じの印刷だから、あのね、フラミンゴの赤がちょっと、なんて言うんだろう、ピンクっぽいというか、赤、オレンジっぽいというか、そういう赤ですね。うん。でもこの KP 印刷は何だろう、ザ少女漫画っていう感じで、かわいいかな。なんでこのポーズにしたんだろう。まあ、かっこいいけど。うん。次。これがラストですね。ラスト誰がいいかな。まあ、誰でもいいんだけど。せーの、じゃん。おあ、全集合もあったよね、そういえばね。そうだよ。お、これはめっちゃいいんじゃないですか。え、かわいい。ねえ。ね、ローラちゃんもいるし、みんないるもんね。ね、全集合いいね。かわいい。ということで、開封結果はこんな感じでした。もうね、私的にはね、ローラちゃんが2個出たでしょ。そんでね、集合でしょ。でね、まあ、サマーとフラミンゴでしょ。うん。もう大当たりじゃないですか。まあね、欲を言えば、そりゃね、コーラルちゃんとね、パパイヤちゃんもね、ソロのやつが欲しかったですけど、でもまあね、5個しか買ってないから、それはしょうがない。それで、ですね、こちら、ペンダントでしょう。けど、私は大人なので、これをペンダントとしては使えないですね。なので、ちょっとね、加工していきたいと思うので、もしよかったら後半もご覧ください。はい、ということで、今からちょっと加工してみたいと思うんですけど、ね、これをね、一旦まず全部袋から出しちゃおうと思います。はい、ということで、袋から取り出せました。今回は簡単にキーホルダーというかストラップというか、うん、そういう感じに仕上げたいと思うので、用意するものは、ね、これは必要あってもなくてもいいと思うんですけど、一応こちらね、手芸用のニッパー、そして、このね、簡単につけられるストラップ。このね、カニ缶付きのやつだと簡単につけられます。これはね、セリアって売ってたやつですね。これとね、あと水色があったかな。このね、4個だか5個をセットで、白があったのかな、わかんないけど、忘れちゃったな。これでね、4個だか5個がセットで100円で売ってたやつですね。あとは普通にこういうカニ缶が付いてない丸い形のもあります。うん、これだとね、カニ缶がついてないから多分本数が多く入ってると思うんですけど、これもね、100円ショップで売ってると思います。じゃあね、どれがいいかな？やっぱりクルルンと一緒の、このローラちゃんのやつがいいかな？うん、これを加工してみたいと思います。それでは、こっちのね、ペンダントのね、鎖を、チェーンをね、外しちゃうんですけど、あ、ごめんね、なんか変ななっちゃった。見づらいね。ちょっとこの道具箱を下げよっか。で、このストラップをね、ピンクのがいいかな。ね。このね、チェーンをまず外しますね。絡まっちゃう。これが最後が外せないような感じなのかな？丸が大きくてね。ね、ここが多分外れないと思うので、ここをね、このニッパーを使って、緩めて外したいと思います。でね、この、あれがね、硬っで、指だと痛い場合があるから、ちゃんとね、この、なんていうの？この、リングで、ちょっとね、補強した方がやりやすいかと思います。よいしょ。これを、どうだ？こっちかな？これにはめて、こんな感じで、輪っかを広げます。そしたらこれが取れます。ね。そうしたら、これが、ザザザザーって抜けまーす。ね。それで、このね、カニ缶の先に、つけるだけです。よいしょ。ね、これで、ストラップの完成です。それでね、この、
これをね、抜いたやつはね、危ないから気をつけてくださいね。あとは再利用する方は再利用する方向でちゃんと保管してください。それではどうしようかな。それじゃあね、今度はこのカニ缶がついてないやつのパターンでやっていこうと思います。どうしようかな。フラミンゴ全員のやつがいいかね。で、さっきと同じようにここ全部抜いちゃいますね。ここですね。ここをよっ、あ、反対を抜いちゃったかな反対を抜いちゃいましたね、これね。ごめんなさい、これを抜いちゃいました。うん、でもいいんです、合ってるんです。これですね。それでね、この元のやつをこうね、広げるでしょ。そしたらこのね、輪っかをここに入れますね、こんな感じ。そしたらこの広げたところを閉じます。お、閉じれないよよ、こんな感じで、こんな感じですね。はい、閉じました。こんな感じです。これで出来上がりです。あとはそうだな、どうしようか。普通のチャームを作ってみるか。これでね、これまた外しちゃいます。外す前にですね、こちらのカニ缶を使いたいので、こちらのカニ缶を外します。広げて、で、こちらを使いますね。なくさないように置いといてください。それで、ここを広げます。どこだ？ここですね。よっ。広げて、チェーンを取って、で、この広げたところに、このカニ缶を入れます。そして閉じます。よっ。よいしょ。そうすると、普通のこのチャームができるので、どこでもつけられますね、これで。うん。ね、さっきの、ね、このカニ缶がなかったストラップもあるでしょ？ね。で、このチャームにしとけば、ね、わざわざこれにしなくても、例えばね、こう、ついてないやつがあるでしょ？ね。これに、カニ缶で、こうね、はめれば、ストラップにもなるし、どこにでも、ね、付け外しが、自由にできます。じゃあ、これも全部チャームにしちゃおうかな。うん。まずはこちらのカニ缶を外して、ちょっとね、このハート型はここがくぼんでるでしょ。ちょうどね、このつなぎの部分が。なのでね、ちょっとハート型はやりにくいので気をつけてください。はい、ということでね、こんな感じにできました。ね、今もうね、100円ショップでいろいろこういう手芸用品が揃うようになってきてるので、これね、買ったのもだいぶ昔なんですよ。なのでね、今もっと可愛いストラップとかあるんじゃないかなって思うんですよね。うん。で、このカニ缶とか、このね、この丸い、なんていうの、こう、留め具とかも売ってるので、自分の好きなようにアレンジできると思います。なのでね、もし気が向いたらチャレンジしてみてください。それでは最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。